どうもこんにちは、ギャラクシックスのカズです。今日も出版のお話をしようかなというのでベスト3を持ってきました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら非常に励みになります。その1ボタンで1コメントで門の励みになっております。ありがとうございます。いや最近ね、 YouTube 撮ってて思います。結構ね、孤独なんですよね。孤独って大変なんですけども、なんでしょうね、まあ、やってたらいいことあんなとかね、やってたから出会えた人っているなっていうのが実はね、あるんですよ。この僕みたいにね、この企業でやってる、会社のことで発信してるっていうようなアカウントですけども、見てくれる方がちょっとずつ増えてきたら嬉しいなとか、そっから話がこうつながることもあったりするので、もうよかったらチャンネル登録いただけたら頑張りますので、よろしくお願いいたします。最近は本の話、書籍の話ばっかなんですけども、お願いいたします。ということで、今日も面白いトークテーマを持ってきましたので、よろしくお願いします。ということで、今日のトークテーマはこちら、やってはいけない書籍の宣伝ベスト3というのを持ってきました。これ僕のギャラクシーブックスという会社と、僕も仲良くしている出版社の方々と、ちょっとどんな感じで今最近ね、宣伝ってどういい感じとか、これやったらあかんよねっていう話になったんで、今日はこんなテーマを持ってきました。なかなか今出版したっていう方って世の中少ない、本出しましたってまだまだ少ないんですけども、ちょっとあえてちょっとこんな本当に的を絞ったテーマになるんですけども、誰かの参考になればなというふうに思います。まあでもこれね、書籍の宣伝って言いますけども、なんだ、まあ、ブログの宣伝でもそうかもしれへんし、商品の説明とか、なんか商品ものやってはる方でも使えるというかね、同じことは言えるんじゃないかなっていう3位2位1位ですので、最後までよかったら見てください。ということで早速いきます。やってはいけない書籍の宣伝ベスト3、第3位、他の書籍と比較する宣伝。これあるんですよ。ないように思えてあるんですよ。でこれ結構ね、前に他社さんであってね、炎上してて、やっぱりこう誰かと比べるとか、自分の商品だけを宣伝する分には全然問題ないんですけども、この本と比べるとか、この分野の本とこの分野の本を比べてみるとかっていうことをあえてされてる方がいたんですけども、結構炎上してました。良くないよねっていうので、これ何でもそうです。どの商品でもやけども、そのなんかレビューサイトとかでまだ別なんですけども、自分のね、サービスとか書籍とかってなった時に、まあ、誰かと比べ出すと良くないよなっていうのはあります。うちの著者さんではあんまこれやってる人っていないと思うんですけども、まあ、本当にこれはちょっと他社さんでね、あった事例で、まあ、著者さんが勝手にやらはりまして、宣伝を他社さんの本と比べたりとか、似たような本と比べたりとかっていう、ちょっとやっぱりどうしてもこう私の本の方がいいでしょうっていう風な書き方をしてしまってトラブルになったっていうケースがあるので、これはね、当たり前だけどやる人いるみたいなんで、気をつけた方がいいのかなというふうに思います。続きまして、第2位、高額な費用をかけた宣伝。これは難しいです。やれる人、お金に余裕があるんだったらいいのかもしれませんが、結構ね、この高額な費用をかけて、元が取れたっていう著者ってやっぱりまだまだ少ないみたいです。本当にタレントさんとか、まあ、過去に作品があって、もう出版社とかもう書店とかもタッグ組んでもこれ売ろうとかっていう大ベストセラーとかってまた別なんかもしれませんけども、なかなか今高額な費用をかけて広告、例えばウェブ広告、なんかサイトに載せるとか、新聞広告とかってなったとしても、本当に何十万、何百万、何千万とかって全然あるんですけども、まあ、本でその回収しようと思った時に、印税がね、まあ、皆さん どのパーセンテージか出版社にも変わりますけども、まあ、10% 前後だとしても、1500円の書籍でも、1冊売れても150円なんですよね。そこを求めすぎるとしんどいなとも思うんですけども、かけすぎた分リターンがちょっとやっぱ少ないんじゃないかっていうのは他社さんとも喋ってすごく思いました。なので僕たちの会社も広告出したいですって言われたら取り継いであげることできるんですけども、あんまりおすすめはしないかな。やってはいけないってわけではないけども、まあその回収したいとかっていう目的だったらやらない方がいいのかなっていう風な感覚です。ただもうとにかくもう回収する印税の額はもうどっちでもいいから、とにかくもう大々的に本出したよってことを世の中にね、こう認知させたいとかっていう人だったり、その人のタイミングだったら、もう大きくバーンと巨大スクリーンとかさ、なんかいろいろあるじゃないですか。その街の看板使うのも一つかもしれないですし、なんかその人のタイミングでも別に利益いいから印税いいから、とりあえず俺のこと知ってくれって言ったらいいかもしれへんっていう、なんかそういうニュアンスの第2位でございました。高額な費用かけて全部回収できましたって、なかなかあんまりちょっと他社でもしんどいってやっぱ言われるので、おすすめはしないかなっていうところは第2位でございました。そして栄えある第1位、過剰な宣伝。
巻き込み宣伝、ちょっと2つ言いました、ごめんなさいもう一回言います。過剰な宣伝、巻き込み宣伝、この2つが、まあ、同じようなことが言えるんですけども、例えば最近 SNS を使って宣伝される方、本もそうですし、まあ、他の物販、自分だこの商品でも SNS でやられる方いらっしゃるのは多いなと思ってて、僕それ自体は全然賛成派なんですけども、もうね、過剰なほど毎晩毎日上げる方っていうのは煙たがられます、間違いなく。で、僕それも定期的にはやっぱやった方がいいよねとか、例えばリリースして定期的に DM 送るとかっていうのはいいと思います。なんか LINE アットとかやってる方とかやったら LINE アットで送信するとか、そういうのは全然いいんですけども、過剰なっていうのがポイントで、もうね、毎回宣伝してるやんっていうのは煙たがられます。これも逆の立場で分かりますよね。もう見なくなりますし、まあ、フォロー外そうってなる可能性もあるわけなんで、あんまりやりすぎるっていうのと、巻き込み宣伝、巻き込み型っていうかな、例えば、まあ、Twitter なんか分かりやすくて、僕ちょっと本出したんでリツイートしてくださいってお願いばっかりするやつ、あかん、めっちゃ煙たがられる、もう嫌やってなる。一回はいいかもしれない、なんかこう企画としてやるとかって言ったらいいかもしれないけど、これお願いします、これシェアしてくださいとかっていう声を上げ続ける人っていうのは絶対煙たがられるんで、やめた方がいい。本が売れないですし、本売れないは人として苦手とか毛嫌いされてしまうっていうのが結構 SNS ってありがちなんで、なんか過剰な宣伝、巻き込み宣伝、これはどの著者もね、気はつけた方がいいと思います。まあ、でも定期的にやるっていうのは全然大事やし、まあ、個人でやるとかね、まあ、たまにはこうなんかグループでやるとかっていうのもいいかもしれないですけども、お願いばっかするのも良くないよね。これ僕出したんで回してくださいとかっていうのは、なんかその方にメリットがないとあかんもんね、難しい話。なんでこの辺かなっていうのが、まあ、第1位でしたんで、まあ、気をつけた方がいいかなというふうに思います。まとめます。第3位、他の書籍と比較する宣伝。第2位、高額な費用をかけた宣伝。第1位、過剰な宣伝、巻き込み宣伝っていうのが、まあ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 、やってはいけないというか、やらん方がいいんじゃないかなっていうのが、僕も思った内容でしたんで、まあ、参考になる方がいればぜひグッドボタン押しといてください。ということで、また今日もね、こんな話をさせていただきまして、引き続き、まあ、出版系の話だったり SNS の話させていただこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、ギャラクシーボックスのカズでした。また。